1 for the 勇気、2 for the 度胸、3 for the 覚悟、俺がバクト。ザザン来ました。え、来たよ。今日何ですか？今日はなんか撮影をするって言って呼ばれて、いろいろ内容聞いてたら、前にも聞いてたんだけど、ムクル君がプロデュースするインナーウェアって言ったら、入れ墨がある人たちをこう俺みたいなのを隠したりする、そういうウェアをね、宣伝をする撮影なのかな。それを今日撮るってことなんで。じゃあカッコつけて写真撮るわけですね。そうだね、得意なやつは、ね、結構なんか慣れてきてるそんなばっかやってるよな。だんだん慣れてきてるから特技の練習しないと。最近なんかこの引退するかもです的な人を上げてる人たちが結構増えてる。そうですね。その辺についてどう思うなんて、一緒に撮る人たちがいたらちょっと聞いてみようかな。いいっすね、じゃあ聞いてみますか。でもさ、俺一番最年長だから俺先にその発信したかったんだけど。確かにな、さあちょっと出遅れたっすかね。そうだな、出遅れとかあんのか引退出遅れ、引退出遅れとかあんの結果引退できないです。バカ野郎、出遅れたから。俺が一番きついんだけどなって言いたい気持ちもあるよ。まあでも頑張ってね。ちょっとその辺みんなに聞いていきましょうか。そうだね、ちょっと、はい、コメントもらいたいね。そうですね、その辺聞いて今日一歩ちょっと動画撮ろうかなと思ってます。じゃあ行こうか。撮り慣れてるな。すごいですね。アドリブでなんかサングラス下げてたじゃん。煽りとかですぐやらされるじゃん。そんなまくやってたじゃん。戦うことよりそっちも上手くなっちゃった。だってないですか。戦うより煽りが上手いって。すごいな。来ました。かっこいいです。今日もかっこいい。いや、もうてか最近会う頻度高い。行動パターンが似てきてる。そうですね。撮っていきます。今日は小宮さんも今日はファインドザファンっていうんですね。ミクル君がプロデュースでいいんだよね。はい、タトゥー学者の小宮もなんか自分プロデュースの服とかあるんですか？ないです。ないよ、なんかありそうじゃん。古着が好きなの。そうなんです。なんかハイブランドのイメージありますけどね。あんまりないです。なるほど、お前も好きだろ。僕大好きですよ。結構ね、コメオの服装こいつ真似してんだよ。インスタであげるじゃん、はい、次の週ぐらいになるじゃん。来てんねん、こいつ。このやつやね、だったら。そうですよ。最近、下北とか、高円寺とかで買ってますね。コメオがズボンちょっとこうワイド系のドーンとか着るじゃん、次来てんだよ。好きなんすよ。俺、いちいち突っ込むのよ。最近は古着多いっす。こういう撮影も一緒になるし、クラブみたいなとこでも一緒になるし、いろんなとこでプライベートも結構仲いいんだよな。そうそうそう、はい、だからもうなんか信頼関係な、はい、そうですね、はいはい、まあとりあえず試合もあったしね。確かに、ね、なんかみんなさ、なんか引退宣言みたいなのしてる人結構多いっすよ。俺が言おうと思ったのどんどん言われて。どう引退するんですか？いやいや、わかんないけど、なんかもうそろそろいろいろ大変かなと思って。でも皆さん言ってるじゃん、結構言ってますよね。まあけど結構やっぱ年齢的なものもあったりするじゃないですか。 それはもうしょうがないじゃん。そこに逆らうことは無理だよ。すごいなと思いますよ。逆に2つだけで褒めてもらいたいよ。まあ、ただ自分はまだ言うても若い28なので、全然これからもっともっとまだ試合自体を続けていきたいな。これからの選手は一旦休むみたいな。そうそう、まあ、ちょっと試合数多いので。確かに怪我引きずったままやったりするじゃん。今回怪我なかった。それないです、ね。あ、そうなんだ。なんでそれだけっすね。そうだよね。そういうところがまあうまくケアされていくっていうのも多分今の課題になるんでしょうねとは思いますよ。そんな感じで、はい、とりあえず撮影の方頑張れよ。ありがとうございました。ありがとうございました。あとも塗り棒です。ありがとうございます。バンさんが一番ハイザファンが似合ってます。プロ似合うっすよね。そうっすね。こういう人よく海にいますよ。いますね。これどういう商品なの？これはやっぱインナーとして使えますし、スポーツインナーとしてね。はいはい。はい、でやっぱ汗もこう吸収して匂いもつかないしすぐ乾くんですよ。そしてタトゥーも隠せるっていう。ブレイキングダウンの選手はタトゥーたくさん入ってる人も多いと思うんで、そこはやっぱの親和性が、はい、あるんじゃないかなっていう。100点じゃないですか。100点です。100点すごいな。マジで100点だろ、うん、すごいな。資料読み込んできてますね。いや読んでないですベスト KO 賞3位入ってましたね。マジっすか？ツイッターで発表されてました。マジっすか？3位か4位か忘れちゃいましたけど。え、嬉しい。はい、1位ではない。1位ケイノスケさんでした。膝。はい。あ、2位誰ですか？2位誰だったっけな。2位忘れちゃいましたか。なるほど。3位か、まあ、入ったとてですか。いや、すごいっすよ。まあまあまあ嬉しいっすね。負けると思ったんですよ最初。ダウン取られ返した時に、はい、ちょっとやばいかなと思ったんですけど。ですよね。あそこでね、やっぱ絶対負けないと思って、はい、冷静になってカウンターになったんですよ。相手の動きを見て、なんか前蹴りかなんか来た時にパッコン降りたら
綺麗に入ったっすね。はい、清水さんすごかったっすね。顔ヒビ入ったらしいっす。トラックに当たったぐらいの衝撃だったって言ってました。トラック当たったことあるんですかね、清水さん。確かにね。そして僕のパンチ力はトラックと一緒なんですよ。マジで、はい、そんな僕弱いのにね。いやいや本当に、まあまあ勝ててよかったっす、ね。はい、ありがとうございます。とんでもない。今後ともさよろしくお願いします、ね。はい、またコラボお願いします。あ、ぜひバーの中まで来てください。ぜひぜひ来てください。遊びに来たい、飲みたいんで。お願いします。よく分かってないです。これもらえるんですか。これくれるんじゃない。だって俺も汗ダラダラで。中村の匂いも返す。おかしい。確かに確かに。いいです。大輔さんは入れ墨入ってるんですか。俺入ってないです。あれ、なんで入ってないんですか。どういうこと。渡された。そう、渡されて、とりあえずこれ切ろうと。そうなんだ。試合の時販売員やってたね。やってました。あ、そうですね。売れた。俺はただ写真撮っただけ。ああ、そうなんですか。ああ、マスコット的な方だ。次は大輔さん出るんですか。多分一応立ってる方に出る。じゃあやる相手を決めないとだね。そうそう、今続々と卒業します的な上げてる人が結構多いんだけど。結構多いですよ。どう思う、それに対して。でもやっぱ世代交代がまあいつかあるじゃないですか、うん。まあ、ただ俺は本当に卒業が近いことだし、もう年齢的にはそうじゃない。大輔さんは卒業は考えてないですか。一応まああと数回程度ぐらいですか。ああ、結構衝撃発言が今。衝撃的な発言だね。ここで今夜なんか数回ですね。そうです、うん。今回8だったから、はい、8.5 出るかも。やっぱこの頻度もある戦いに出続けていくっていうのは、はい、かなりのこのいろいろなストレスもあるだろうし、プレッシャーもあるだろうし、はい、怪我もあるしさ。で、怪我はないでしょ。怪我は今でもないですよ。ああ、じゃあまあ、まあ、ブレイキングダウンの怪我のパイオニアですからね。あれは最悪でした。最悪だよね。じゃあ今日は CM 撮影頑張ってください。はい、ありがとうございます。宣伝したいと思います。お疲れした。疲れした。疲れたね。でも結構スマートにポン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 。そうそう、やっぱさすがに段取りがいいっすね。段取りいいね、やっぱね。慣れてるからさ。でもいい感じに撮れてたでしょ。かっこよかった。朝倉さんと二人で撮ってるところの写真がかっこよかったっす、ね。うんうん、ほらどう撮れてるか見てないからさ。仕上がりわかんないんだけど。めっちゃ決まってましたよ。ただこうしろ、足をつけそのままただやっただけなんだけど。はい、多分まさしくだってさ、あの商品さ、はい、俺が宣伝するためにあるようなもんだよ。だって確かにポリシーやってるしさ、ちょうどタトゥー入れ墨あるし、はい、でちょうどそれで隠れるし。そうですね。なんか一番マスコット的に一番向いてるキャラだなって自分で思ってて、なんか思ったのが、意外と中村さんピタッとしたのあんま着ないじゃないですか普段。着ないね。意外と似合うなって。あ、そうなの。はい、俺着ないよ。なんかだって、ね、はい、真ん中46歳がさ、はい、なんかボディーライン飯田さんみたいにこう、意外と鍛えてねえし、俺悪くなかったっすよ。あ、そうなの、はい、なんか腹もちょっと出てるしさ、なんか見せつける体でもねえしなって俺思ってるんだけど、なんかちょっと締まってる感じ、逆に黒もあってなのか分かんないですけど。あ、フィットしてるのかな。意外と良かったっすよ。なんか自分だと俺は体とか別に自信ないからさ、はい、ちょっと気使って、ね、あんまりああいうのも着ないし。そうっすね。むしろシャツ着ちゃってるぐらいだったけど。やっぱりあれでしたね、みんな試合のスパンのことやってましたね。あ、でもやっぱ言ってたな、はい、早いからやっぱ体がなんてな、はい、ちょっときついよねっていうのはね。まあでも頑張るしかないですよ、はい、含めてみんな上を目指していくって作業でもあるのも確かだから。そうですね。なんか俺なんかさ、まあ、負けても勝っても俺はそんな変わんねえんだけどな。いや、まあでもやっぱり食らいついていかないと。食らいつく46歳か。頑張れ、食らいつく、頑張れパンダから。お前さ、お前やらねえからいいけど俺やるって大変だぞ。いや俺格闘技の辛さは分かってるんで。ようやく分かってるな、はい、結構きつい。溝口さんも今回やったからちょっと分かってくれるんじゃない。いや、分かると思うんですよ、俺のきつさ。その酸欠になってゲロ吐きそうになるの、ヒーヒー言いながらやってるのをさ、はい、まあ、そういうの分かってもらえたらなって思いますよ。そうですね。まあ、それでもまた出るチャンスがあったり、チャンスというかね、自分の気持ちもやっぱ必要なんだよな。そうですね。その辺がこう同じベクトルを向いた時は、まあ、また仲間も頑張るし、はい、厳しいって感じたら本当に厳しい、まあ、卒業させてもらう場合もあるけど、そうですね、はい、まあ、その辺を踏まえて俺はまあとりあえずなんか引退しますとかも別に言う気はないし、はい、まあ、あとは野となれ山となれ。そういうことだよ。あうんの呼吸だな。慣れてきました。そういうことだよ。いいね。はい、脳ある鷹は爪を隠す。おー、いいね。使いどころ違いますけど。犬も歩けば棒に当たる。いいね。あうんの呼吸だね。そういう感じで、はい、引き続き番中村、自分らしく
好きなように頑張ります。はい、はい、以上です。じゃあそんな感じで、じゃあ一応キャバ行ってきます。そうなの、いいよね、はい、一応キャバとかいいから早く帰るぞ。お疲れ様。じゃあナイス、はい、